よいよですね、まあ今日はテストなんですけども、どうして僕こういう格好してるかっていうと、第一線は乗るかどうかわからないんですけども、僕は今シーズンは HRC で乗るってことですか。ちょっと見せてください、それえ、おっと、あ、こういうことなんですね、コントちゃん。こういうことになりそうなんですけども、あのまだいろいろ変わりそうでもあります。はい、はい、今回はテストですが、今日もちょっと乗る、今日も乗りますけど、時間があまりないので、ともかく、ロングっていうのはあの距離を稼ぐので、そういう作業をやった後で時間余ったら乗るでいいですよって一応言ってます。大津くんがまず去年の状況を知っているので、新しく変えた部分をもうチェックして、で、まあ、良ければ僕アラオで乗る。でもそうすると今年はコモちゃんの役割としてはどんな役割？今まで HRC がやってきていることを、今までも井村さんに配信してましたけども、より広く、もっと臨場感あることをお伝えできるかなと。アレバリチーム HRC は、去年からまず参戦、スーパータイギース参戦しまして、徐々にこう回を重ねるごとに成長も見れまして、なんとか最終戦においては、満足をする結果が得られました。ただしですね、やっぱ課題もいくつか残っておりまして、まず今シーズンは去年の、宿題になっているところ、そこをまず潰し込んで、信頼性のところしっかり上げて、我々のコンセプトである誰が乗っても扱いやすくて速く走れる、そんな車を、今シーズンしっかり熟成させていこうというのがまず考えですね。今シーズンはいろんな方に乗っていただきながら、いろんなフィードバックをもらい、もっともっと熟成していきたいという、そういう考えのもと、今そんなドライバーさんのラインナップも考えています。そうですね、今回のテストで一番大きなところとしましては、ホイールの幅ですね、を少し大きいものにしまして、よりタイヤを使えるようにというところを、狙った、セットアップ、確認、そういったところをやって、安定して走れる、そんな車作りを目指してやってます。去年は、正直ひっちゃきになって、とにかく毎戦形を変えてやろうという裏テーマのもと一生懸命開発はしたんですが、去年しっかり開発したんで今年は熟成をさせます。ですんで、こういったパーツももっとですね、細かいところを詰めていく、そういったところで大きく新しいものを作るんじゃなくて詰めていくということをやろうとしてますんで、どこが変わったのかなっていうのを毎戦ちょっと皆さんが探し当ててもらえるといいななんて思ってます。皆さんの期待に応えられるようにチーム HRC 頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。ですね、まず車変えてきたところのチェックと、あとは、ホイールを今いろいろ色が違うの分かると思いますけど、ちょっと若干そのホイールのサイズ違い、デフがちょっと違うタイプをテストします。こういうことをどんどんやってくんないと、ユーザーに向けてのテストにならないので、いいことだと思います。ほら、これまた色が違うんで、ずいぶん印象変わりますよね。これ BBS でしたっけ？これ同じ BBS ですけど、全部、最初が従来のマットブラックで、で途中がブロンズ。
はい、A ドライバーの大津選手ですけども、大役を。大役ですね。先輩方がいないのがちょっと心細いですけど、去年の武藤選手と伊沢選手とやってたら、まあ本当肩を借りてずっとやってた感じだったんで、まあ、自分が A ドライバーなので、しっかりと開発も進められるようにしていきたいと思いますね。はい、久しぶりに乗ってどうですか？そうですね、いろいろなんか車的にも進化が進んでるというか、パーツがアップデートされて、今回初めてドライブしたんですけど、まあ、ちょっといい点悪い点いろいろあって、まあ、開幕に向けて、まあいいのを選んで、さらに仕上げていけたらなと思うんですけど、まあ、スゴとシビックはなんだ、走って楽しいですね。本当ですか？ちょうどいいです、速度いいから。じゃあ午後楽しませてもらいますけど。はい、多分いい調子だと思う。あ、本当ですか？はい、じゃあ、今日テストしたのは、まあ、レースに向けては良かったですね。そうですね、良かったところもあったんで、はい、いい収穫だったかなと思います。はい、どうですかシビック？まあ車がやっぱりでかくって重い。でもパワーがあるし、まあ曲がれば結構面白いんじゃないかな。ただバランス的にやっぱりこうもうちょっといろいろ好みの、まあ俺はいいけど、もう若手がうるさくってこうなんかね。まだまだ伸びしろありますね。あ、そう。まだまだ伸びしろあります。個人的にどうしたいと思いますか？曲がってほしいですよね。曲がってほしいですね。HRC の車と比べてどう？そうですね、いやでもやっぱりキャラクターはすごい似てるんで、やっぱりまあシビックって本当に共通してなんかもうこういう性格なんだなっていうのが分かってて、結構なんかシビックの気持ちが分かってきたんで、僕はすごい乗りやすいですよ。僕らは今年シリーズチャンピオン狙ってやってるので、やっぱりそのまあ、今の戦闘力も十分高いですけれども、やっぱチャンピオン目指すにはもっともっとさらに上を目指さなくちゃいけないのかなっていうところで、まあ貪欲に皆さんでセットアップを進めて、まあ速い車を作っているっていう感じですね。なんかいいコメントだよね。新参者なので、いろんな人にこう群れを借りながら、まあ本当ですよこれ。いやでもまあ若手とね、大ベテランとね。そう。いいですね。そうそう。彼らはもうさっき言ったように伸びしろがある。で俺らはもう基本的にもうね、俺らですよ。俺らは伸びしろがない。はい、の組み合わせって、はい、すごくやっぱりいいんじゃないの、こういうのがね。これから大津くんがちょっと前回走ったのチェックして、それから乗ります。はい。インプレッションもお願いします。インプレッションね。スゴを走る、僕レースデビュースゴなんですけど、前回スゴ走ったのは R35GTR がデビューしてマイチェンがあったぐらいなんで、軽く10年ぐらい走ってないかな。やっぱりまだタイヤ新品の状態でもコーナー立ち上がりは空転しちゃいますね。
最終コーナーの旋回して最高にいいね。コーナーはもう入ってったら即パワー、ドリフトアウトしていきます。その問題だはい、岡山以来、去年の岡山ですね、岡山でちょい乗りして以来ですけど、今回ですね、まだいろいろ明かせないんですけども、ちょっと駆動系で変えたことが、曲がりやすさという点では素晴らしくいいんですけど、特に須郷の最終コーナーは相当こうすり鉢になってるんですけども、すり鉢になっていながらアンダーステアも出るもんなんですけども、そこがですね、インについたまんま、もう本当に舐めるようにシュルって曲がるんですね。でこれはもう過去ないぐらいいいかな、そのくらいいいので、こういう特性を生かしつつ、ちょっと他の不具合が出てる部分をアジャストできると素晴らしいハンドリングに、より素晴らしいハンドリングになると思います。アウトラップがやっぱすごい難しくて、タイヤ冷えてると簡単にスピンできちゃうような感じがあるんで、温まれば全然大丈夫なんですけど、もうオフしてちょっと横地かかってると本当なんかとんでもなくオーバーステア出ちゃってるんで、これはコントロール結構難しいなと。僕はエンジンのテストだけだったらあれなんですけど、まだなんか余力あるかなっていうようなバーの立ち上がり方で、曲がりやすさ、その初期の曲がりやすさはスムーズに回転差が出るのってどんなに曲がりやすいのかなと思うぐらい、やっぱり初期はいいんですよね。初期は良くて曲がってって、このグリップ過ぎてからバーかけたところからもうやっぱり空転始まるので、だからそれに合わせた乗り方しちゃうとやっぱりタイム的にはすごく落ちちゃいますね。新しく試していることがいい部分もあり、もうちょっとアジャストしていかなきゃいけない部分がありで、ね、そうですね、加世田さんも走れたし、選手も走れたし、いろんな選手に合ったセッティングはこれから見つけなきゃいけないなと思うんで、そういう点では今日はいいテストになったかなと思いますね。はい、免許証を取得して2ヶ月の荒尾君どうですか？初めて箱車でサーキットを走ってで、FF の感じとその難しさを新しく経験できて、いい引き出しになるかなって思います。とりあえず今日のテストはね、はい、いい方向で終わりましたんで、はい、あとは本ちゃん頑張ってもらって